あ、トイレ行きたい。船乗っていくんですか。こう、シャオプレアが渡り。あー、あー、いいね、もう。川のとこやんな。はい。え？どこにいる？あー、いるいるいる。猫がいるよ。猫好きやから、もう。猫カフェに行くで。何？猫カフェ。猫ガールってことするけど、今度はその中の一人に入る。これもすごいな。猫ガールいるんだよね。うん。だからほら、猫好きだって言うから、ナットさん。猫ガールに入って。タイの猫、MBK じゃない、なんじゃない。NKB。AKB か。AKB のシンガポールじゃなんじゃ言うとね、猫ガールのタイ。うん。猫ガールやるから、する？別に高校の先生でも構わんよ。猫があるのね、ユニット作るんだって。もういるのよ、日本には。僕が作曲してみんな歌って踊るんだけどね。猫があるよ。猫がある。自衛隊向けかなんかするみたいよ。猫じゃなくて、その時は変わらしくよ。ニャンコがあるとか。でもそれをわざと猫があるみたいな。なんか硬いですよ、猫。ニャンコ。まあまあ、それは分かんないけど、こう買ってニャンコでーす、書いて、あの猫、なんニャンコの子よな。とかミヤミヤ、ニャニ、ミヤミヤ、ニャニ、ミヤミヤガール、ニャニ。いかん。話にならない。はい。何、あと入ってもこれだけなんですけど。うん。あ、いかん、ずっと回してた。マジ。あそこはマッサージのやり方。マッサージじゃない方を覚えるとこね。あ、ぜひ、ぜひ、ここはマットポマッサージを覚えるとこです。この向こう。あれ、さっきやってたのね。え？何が？さっき撮ったところは？違うんですよ。とは違いましたよね。いや、この中が全体はマットポですから。あ、そうなんだ。だからこれがね、これ。マッサージのこれ。これがマッサージの基本形って言って、昔から言われたんですよ。あ、なるほど。こっち側から見たら。あそこもある。あれ見ても分かる。ん？あれ、マッサージの基本形ね。自分でやるわけ？違う。その、あ、相手をするときに。なるほど。ここが体式マッサージのワットポーです。ここでみんな勉強して、散らばっていくそうです。これがまだ基本形とされた物だよね。これが基本形だそうです。見えますか？江戸さん、どこ行った？こっから、いやいや、行こう思って。